ドラえもん、ドラえ、ドラえ、バケドラえもん、バケドラえ、できません。はい、皆さんこんにちは、シレイシスタジアム YouTube の部屋へようこそ。ボーカル、なんか噛んじゃった。ボーカルトレーナーがお届けする歌唱力アップのための動画です。今回はですね、歌い方講座シリーズ、イエーイ。はい、というわけで曲をですね、1曲決めてその歌い方を解説していくというような動画シリーズとなっております。シリーズね、このずっとやってるかみたいな、もう本当に俺の必殺技第30号とかって言って29までないみたいな、そういうタイプの少年漫画にありそうな、なんか親父のダサい親父みたいな感じになってるんですけども、まさにそんな感じです。今回1回目なので、まずはですね、ひまわりの約束、畑元博さんですね、この曲を取り上げていこうと思います。はい、楽しんでてください。ましょう。難易度分析、イエーイ。難易度分析いきましょう。この曲がどのくらい難しいのか発表します。ドク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 チーン。はい、この曲は A ランク、イエーイ。結構難しいです。カラオケでね、結構皆さんボンボンチョイスされると思うんですけど、この曲決して簡単で歌いやすい曲ではありません。まずですね、難しい理由3つあるんですけど、1つ目、音域ですね。音域結構高いとですよ。したいけれど、ここね、ポーンって張れる男性ね、あんまいないと思うんですよ。なんで、まずこれが1個目難しい理由。2個目、ラララララ、あ、なんだ、ガラクタダータハズノカとか、ダララララ、結構ね、アクロバットな音程が多いので、決してね、ポン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 出せ、なんだろう、歌いやすいって感じじゃないです。3つ目の理由、これね、抑揚めっちゃついてるんですよ、畑さん。結構ボコボコパワフルでいってそうな雰囲気なんですけど、抑揚が結構ついてて、これが、また難しい理由なんです。まあ、だからいい曲なんだけどね。というわけで、この3つ克服できれば、逆に言えばこの曲をマスターできるということです。で、女性ですね、この曲カラオケとかでチョイスされる方もいると思うんですけど、キーね、2個ぐらい上げるとよくて、男性だと「どうして君が泣くの」のキーなんですけど、女性ね、多分2個ぐらい上げて「どうして君が泣くの」ぐらいでね、やるといいんじゃないかなと思います。イエイ。はい、というわけで、じゃあ実際に曲に入っていきましょう。 A メロからいきます。 A メロですね。歌詞こちらに出てると思うんですけれども、 A メロのポイントは2つ。ポイント1、 Whisper Voice。 Whisper Voice って何かっていうと、息を混ぜるこの柔らかい声です。はぁーってため息ついた声、はぁーってため息ついてみて、幸せが逃げるから、はい、幸せ、逃げた幸せ、みんな僕のところに来てください、イエーイ、っていうところで、このウィスパーボイスを使って表現をしていきます。で、まあ、具体的にどうやってやるかというと、緑色でチェックしてある箇所、ここでウィスパーボイスを使います。どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから。ちょっと今ね、極端に分かりやすくやってるんですけど、これをね、もうちょっと自然にやるといいです。どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに。こうやってね、ウィスパーボイスをバン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 入れることで、すごく抑揚がつきます。逆に言うとね、結構みんな A メロペターンって全部柔らかくて小さい声で歌っちゃうんですけど、結構ね、それだとね、全然抑揚がつかなくて、 A メロ全然、ね、入ってこないんですよ、歌詞が、聴いてる側に。なんで割と、どうしてボーンっていくところと、まあ、どうしてってまではいかなくていいんですけど、どうしてぐらい、こうね、メリハリがついた方がいい歌になります。ポイント2、裏声できますか皆さん。おー、Time to say goodbye。 今ちょっとすごい顔してたね。裏声です。切り替えのタイミングが重要です。青いところが、青くチェックしてあるところが裏声なので、綺麗にここで切り替えてみましょう。辛いのがどっちかはどう、なんだ、辛いのがどう、ちかわちで戻ってきます。辛いのがどちかわからなくなるよ。はい。で、毎回変わっちゃったり適当にやったりすると、裏声のね、この切り替えのところでうわってなって、わけわかんないことになっちゃうので、しっかり決めます、どこで戻ってくれるか。で、まあ、畑さんと一緒に最初はやってみましょう。まあ、慣れてきたら自分のね、ポイントを作ってもいいと思うんですけど、
ドまでは裏声でチで戻ってきます。で結構ありがちなのが辛いのがどっちかわからなって戻ってくる音でボガーンって強くなっちゃうことがありがちなのでチの着地すごく気をつけてみてください。以上 A メロでした。はい、では B メロの、歌い方講座行ってみましょう。 B メロですね、ポイントは、3つあるんですけれども、1個は、音程の取り方、音程の取り方、2個目がウィスパーボイスで、3個目がスラッシュ表現の使い方なんですが、まずは音程とウィスパーボイスいっぺんにいっちゃいましょう。カラクタダダダ、しゃくりですね、カラオケでいうところの下から音程を当てます。ダッダーと思ったら今度まっすぐ、ダッダーズの今日がウィスパーボイスきました。二人ならたからもうののになる。音程の取り方大丈夫ですか。ガラクタダー下から取ります。ダはーず、まっすぐ。はーずの今日が、柔らかく。二人ならたからも、のになる。下から行くとこと、まっすぐ取るところ、なんかね、分けることでメリハリつけてるので、あのね、油断すると全部下からなっちゃうんですよ、みんな。ガラクタだったはずの今日が、うわーぬらーってなっちゃって、こっちの方がなんかね、勢いつきやすいんですけど、ちょっとお下品な歌い回しになっちゃうので、まっすぐ行くところと、下から行くところ、ちゃんと使い分けましょう。あと、ウィスパーボイス、ボンボンボンできて大変なんですが、まあ、慣れるまではね、最初は音程気をつけようとか、今度はウィスパーボイス気をつけよう、じゃあ、どっちも気をつけてみようっていうような順序で大丈夫なので、ぜひ、どっちもちゃんと気をつけられるようにしてください。で、ポイント1、2、今いっぺんにやっちゃったんですが、ポイント3。これね、今日の肝です。今日一番大切なところかもしれない。3ピース。はい。というわけで、スラッシュ表現。スラッシュ表現で言うとちょっと堅苦しいんですけど、二人なら宝物になる。ガラクタだったはずの今日が、二人なら宝物になるんです。た、素敵な歌詞ですこと。というわけで、なんか今悪者みたいだったね、普通にアースラみたいだった、なんか本当に思ってますよ。で、宝物、ここに感情を込めるときに、まあ、いろんな方法があると思うんですけど、肌さんが何をやってるかというと、宝をね区切ってんの、スラッシュでたとかの間、かとらの間、二人なら宝物になるだと、ちょっとその宝物本当に何カラットですかって 0.2 カラットって感じなんですけど、ここにですね、二人なら宝物ってやると、ちょっと宝物感出ません、急に。ほんと24カラットって感じ。ブルノマーズ24カラマージックンリー。まあ、輝いてるって意味ですね。ここにしっかりとスラッシュを入れてみます。では、B メル丸ごと行ってみましょう。ガラクタだったはずの今日が、二人なら宝物になる。できましたか？ B メロ以上です。はい、ではサビ1の、ポイント2ついってみましょう。ポイント1個は音程ですね。音程の上がり下がりまっすぐ、これをしっかりと捉えましょう。2個目がアクセント、まず音程からいってみます。そばにいたいよ、落ちましたね。そばにいたいよ、君のためにできることが僕、上がります。僕にあるか、まっすぐ穴落ちます。いつも君に、ずっと君に笑っていて、ほてほてほしくて、手下がりましたね。はい、この音程の取り方、下がったり上がったり下がったり上がったりまっすぐだったり大変なんですけど、しっかりと終えるようにしましょう。もう一個、黄色くアクセントついてるところありますね。あ、黄色くマークがついてるところがアクセントがちょっと特殊な箇所です。シンコペーションという単語を使って分かる方と分かんない方いると思うんですが、まああんまり細かいこと気にしなくていいので、ここがですね、ちょっと取りにくいはずなんですよ、リズムが。で、ここにアクセントが来るっていうのだけ分かれば上手に歌えるので OK です。2行目ですね。そばにいたいよ、君のためにでき、君のためにでき、君のためにでき、じゃなくて、君のためにできることが、です。アクセントの位置、しっかりと終えるようにしましょう。ちょっと丸々言ってみましょうか。
そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて。はい、サビ1でした。はい、ではそのままサビ2行ってみましょう。サビの2周目ですね。まずは音程、音程と、まあ全部気をつけながら行きましょうか。歌詞見ながら行きましょう。ひま、まっすぐですね。ひま、周りのようなまっすぐーなそのや、アクセントこう言います。ぐーなその優しさを抜く、上がります。ぬくもりをまっすぐ全部、ちょっと極端になっちゃいましたね。ブー、落ちます。これからは僕も、れからは僕も、ここ高いところですね。れからは僕も届けて行きたい、届けて行きたい。まっすぐ、どっちもまっすぐです。ここですね、結構上がりがちなんですよ。れからうわーって取っちゃうとですね、喉きつくなっちゃうので、まっすぐ取れるようにしてみてください。まっすぐ取れないんだったら裏声にしちゃえ。これからは僕も、でも最初のうちは OK です。こんなの1音ぐらいでこの歌歌えないってなるんだったら、もう裏声にしちゃった方がいい。もうそれでいい、もういい曲なんです、裏声にしちゃって。で、ただま高い声で出そうだって人は、でからは僕も、これからは僕も、まっすぐポーンって入れるように挑戦してみてください。ここ最高音です、この曲の。届けて行きたい、ここにある幸せに気づいたから。あんだけレーとかってやっといて、いきなりウィスパーボイス入ってきます。ここにある幸せに気づいたから、なんとビブラートしながら優しくウィスパーボイスになります。超難しいですが、ここまでできれば、まあ、あとね、あの2番、2番3番とちょっとずつ表現は変わってってはいるんですけれども、あの、まあ、大まかなこの使うテクニックっていうのは、まあ、このアクセントの位置とウィスパーボイスと音程の上がり下がりまっすぐ、これだけできればわりかしこの曲歌えるようになっちゃいます。というわけで、まとめに入ります。この曲すごく難しい曲なんですけれども、しっかりとポイントを押さえれば、あのね、曲がいいだけにすごくいいカラオケのレパートリーになると思います。で、まあ、カラオケのレパートリーとかじゃなくて練習曲にしてもらってもいいと思うので、音程、ウィスパーボイス、裏声、アクセントで、一番大切だよって言った宝物ですね、宝物になるのスラッシュ表現、これで気持ち込めれるんだっていうのがなんとなく分かってくれると、他の曲でも生きてくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はい、というわけで、ひまわりの約束歌えるようになりそうでしょうか。ですね、まあ、ちょっと繰り返しやってみて、裏声の切り替えだったりとか、まあ、あのね、自分のものにできるように練習してみてください。はい、というわけで、白石ツイッターやってます。ツイッターもぜひフォローしてください。でこちらですね、ホームページにブログ版もあるので、まあ、ちょっと文字でこう落ち着いて見ながら練習したいという人は、ブログで歌詞もそっちに載ってるので、ぜひそれを使いながら練習してみてください。あとですね、まあ、ちょっとひまわりの約束いいんですけど、まあ、ちょっとレッスンで実際にもっと教えてもらいたいという人は、ぜひレッスンのご予約もお待ちしてます。新宿で基本的にはレッスンしてるんですけど、まあ、どこでも行くかどうかちょっと相談したいですが、まあどこでも行きません。沖縄とか行きたいな、でも沖縄とかでレッスンしたいなという気持ちはありますが、皆さんからのこのレッスンのご依頼もお待ちしてます。イエイ。